はい、どうもご視聴ありがとうございます。ではにぎみ玉やっていきましょう。運枠は、緑でいきますね。とりあえずね、ここなんですけども、敵に触れれば触れるほど攻撃力が上がっていくんで、簡単に言うとアルマゲドンの逆パターンかな。アルマゲドン逆パターンで攻撃力を上げないとダメージが通らないよっていうクエになります。で、アトス神社ね、まあ、SS と加速要因ってことで連れてきます。緑を使う場合ね、多分これ加速要因入れないと、まあ、入れなくても別に上手に打てばいけると思うんですけど、私はいけそうにないんで、まあ、ブーストプラス、加速プラス、あと地味な回復 S。それもちょっと嬉しいんで、使ってみました。いいよ。あ、ミスった。ノイシはね、高攻撃力プラス、紋章をつけてた、プラス SS がね、軽めに打てるんで、まあね、軽いスピードアップということで使います。ただ、ぶっちぎりはモーセですね。よっ。いいね。モーセはね、2回触れれば攻撃ダメージ通るかな。ザコの方だったら1触れね、1触れで攻撃通るんで、強いです。あー、はまったー。はまってしまった、悲しみに。ここは回復で。アトシンはね、基本的に何もできません。ブースト当てるぐらいです。ほぼほぼ彼にダメージを与えることはできないんで、彼では。あくまでね、割り切って使っていきましょう。いったかな ?OK。いいね。まさかノイシュバンシュタインがシュリンガーラに続き、もう一回使えるとは思わなかったですね。紋章スケッパーでよかった。で、ここも2フレしていきたいんで、ビットン経由できます。はい、ミスった。はまった。ミスったけどはまった。OK。で、次が、そう、案外ね、モーセがここまで活躍すると思わなかったら、もう1体追えばよかったな。モーセ大事だわ。OK。はまれましたね。まあ、基本的にね、非属性キラー持ってれば、1フレでも全然ダメージ通ります。あとシーンは、回復。回復 S。まあ、しょうがないね。で、あと、アンチウィンドは、組まない方がおすすめです。ウィンドはね、むしろ助けてくれる側なんで、OK、ナイス。加速もいいね。そう、アンチウィンド積んでしまうと、ウィンドはどっちかというとね、場所を一筆書きしやすい位置にしてくれるんで、どっちかというと逆効果です。これどうだこれ。ああ。お、ナイス。今ならラッキーパンチです。完全に。こっからは、ボスに触れてからですね。ボスに触れるしかないんで、無理か。そうなんですよ。もちろんクロスドクラなんで、ここ総合蘇生なんで、難易度で言えばね、高い、本当に高い、きっつい。でね、敵の攻撃もそんなにきつくないんで、あんまり回復の意味はない気がします。触れてから行った方がいいか。これで決まってくれると嬉しいな。ナイス。これ SS じゃなかったらね、多分止まってたと思うんで、そういう面でね、ノイシュは使いやすいです。はい、モーセ。モーセはね、いいよ。本当にスピードもあるし。あー、マジか。今のはもうちょいダメージ稼ぎたかったっすね。よっ。ナイス。まあ今ちょっと狙ってたルートとは違ったんですけど、まあとりあえずね、OK ということで。で、ここも、あとっすか。
アトシンはもうとにかく、こうやってね、ちょっと回復させてあげる。それぐらいしかできません。で、こっからもね、1フレで倒せないんで、基本的に角度これじゃダメなんですよ。ダメージ通んないんで、これでいきましょう。かといって上手に決まるかって言ったら決まらない。おー、決まった決まった。すいません、またラッキーパンチです。なんかね、本当はもっとこう、綺麗にパパーンって決めていきたいんですけど、そんな技術はないんで、ご了承ください。OK。そう、これがしたかったんですよ、さっき。これがしたかったんですけども、失礼しました。できませんでした。で、これもね、あー、マジか。行ってくれ。ナイス。どんどんブースター使います。今使っても多分ラスゲーまでにはたまるんじゃないですかね。とりあえず3人攻撃力アップ成功したんで、さあこっからはどのぐらいダメージが入るかってとこですね。1フレでいけるんであればこのままはまりたい。いけた。 OK。 さあこっからテンポよくいきたい。ただすみません、ボスに入ったの初です。1時間かけてやっとここまで来れました。アトシンいいんじゃないの。ナイスで、うおー、まだ雑魚枠か。まあそうですね、爆裂も4周目なんでラグナロクよりもそれは難易度高いわな。アトシンブーストが効いてる間に処理したい。ナイス。さあここまではいい感じだけど、あ、動かない。この位置、この位置ノイシュちょっと上に上げますね。あ、ミスった。あー、違うんだよ。ここは求め、まあでもまあ悪くない場所だな。このまま1フレで2フレで壁の間入っていきたい。オッケー。いいダメージ入りましたね。ただ思ったよりボスの進みが早いな。これはブースト消えるかもしれないですね。なんじゃこりゃ。これか。あ、OKOKOK。結構場所によりますね。次でウィンドかかるんで、そのウィンドに期待したいな。OKOK、呂布さんナイス。アトシンと組むことによって呂布がだいぶ使えますね。はあはあはあ。そこに住んだ。さあどうするか。ノイシュはウィンドに座れてるわけですか。こっから一筆があるんで、これか。ああ、いけますね。これでダメージが入る。村正放置でクリアしたいですけど、厳しいかな。オッケーオッケー。ナイス。ナイスなんですが、ここに来て、おお、ランページレーザー。かっこいいな。ただね、彼女本体、本来の SS、友情コンボは、ランページではない。さあここまでは来れたんですけども、あとはね、アトシンのブーストが切れた状態からなんで、参りましたね。またやりづらい。
うん、このソフトな回復で、ないよりマシか。ウィンドはまだ次なんで、これでいけるんじゃないかな。オッケーオッケー、ナイス。いやー、緊張する、これ、本当に。難しいな。で、反転して、反転した子はさっきと同じ感じか。はい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 。ここで清掃打っても意味がないんで。おー、いいね。これ SS の場所取りにもなったかな。あ、そっちに行っちゃったか。そっちは良くないな。あとシーンは置いときたい。そうそうそう、その辺その辺。ランページ、ランページ結構軽く出るな。あ、いいね。これでモーセの SS で決まるでしょう。2フレしかできないかな。だ、超ダメを拾ってきます。いったかな。あ、いかない。いかないか。いや、ちょっとでも削ってくれ。で、後進ブースト。ブーストより回復しよう。最後はノイシで決めたい。いや、怒ってます、怒ってますよ。ここで決めないとまずいんで、ただワンパン振ればいけるはず。最悪これならワンパン振れるはず。頼む。オッケー。いやー、1時間3分。なんとかクリアですね。後進使える。全然、最高ランクに適正だと思います。さ、正直に最初の30分ぐらい、正直これ勝てないんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、なんとかいけましたね。後進様、ありがとうございます。ふぅ。そこはなんか落ちてほしかったな。というわけで、なんとかクリアでございます。このクリアボーナスで2体。以上ね、素材を2体分揃えてあるんで、使ってみた動画はこれで作れると思います。だクエストの難易度の割にはちょっと、あ、でもまあダメージを、あ、あれか。状態上回復と回復持ってるんで、悪くはないですね。というわけでご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。刹那は持ってません。はい。出会ってません。この3ヶ月。チクショー！バイバイ。